こちらは、2022年5月の5日、子供の日ですね。の、岩っぱらスキー場の駐車場から見える、湯沢の景色となります。はい、こちらが中里スキー場ですね。でこちらが神立スキー場ですね。これは、ナスパ、ナスパになります。ちょっと上の方に見えてるのこちらが、ガーラ湯沢ですね。見えてるのが関越自動車道の湯沢インターです。はい、そしてこの雪が残ってるこちらの山、これが神楽スキー場ですね。人工凍結も使ってまだ営業しております。5月の末まで営業してますかね。今日もいい天気でたくさんのお客さん来られてると思います。神楽スキー場でした。神楽の神楽スキー場でした。はい、ぜひ皆さんね、休みの時いちご湯沢にお越しください。はい、失礼します。